はい、本日もよろしくお願いします。本日は、ヒールホールド。ヒールホールドは、足の関節技になるんですけれども、ヒールホールドはですね、完全に決まってしまう、肩にはまって決まってしまうと膝に、すごく負担がかかる、負担がかかるっていうのが、靭帯が切れたり靭帯を損傷したり、非常にちょっと危険な技になります。動画を見ていただく前に、今回紹介するヒールホールドは、非常に危険な技だということを、強く認識していただいて、関節技には、伸ばす、締める、ひねるとかそういう動作があるんですけども、伸ばす、締めるっていうのはある程度、致命傷、完全に決まってしまえばあれなんですけど、伸ばす、締めるは今回のひねる、ヒールホールドはひねる、ひねるより割とこう致命傷が少なく、今回のヒールホールドはこのひねり系になりますので、ひねるという関節技はすごく例えば、極端な例ですけど、枝が1本あったとして、伸ばす、枝を伸ばすと、すいません、ちょっと過激な表現になってしまいますけど、枝が折れるってなった時に、パキッ、力を加えるとパキッとこう2つに折れると思うんですけど、このひねるっていう動作が加わると、その枝をこうグッてこう雑巾を絞るようにひねると。ただその枝はですね、こう複雑なちょっと折れ方をしたりとかする、これはもうあくまでイメージなんですけど、で今回はヒールホールドはそのひねるっていう技になりますので、本当強くちょっと危険な技だということを認識をしていただいて、練習に打ち込んでいただきたいと思います。肩にはめて、どこが決まるかと言いますと、膝の靭帯ですね。で膝には内側外側と靭帯があるんですけども、あと前十字か、内側外側と靭帯があるんですが、決める角度や方向によっては内側だったり外側だったり、2つ2種類ヒールホールド決め方があります。今回紹介するヒールホールドは内側の靭帯を決めるヒールホールドになります。2つちょっと注意点がありまして、決める側、決められる側。決める側は、力、圧力をかけるときに2割か3割ぐらいの力で圧力をかけてください。で決められる側は、痛いなと思う前にすぐタップっていうか、いや痛いよっていう意思表示をしてください。で、コミュニケーション、決める側、決められる側のコミュニケーションをしっかりとって、このぐらいの圧力どう、これぐらいだったら大丈夫って、ここしっかりコミュニケーションを取りながら練習をしていただきたいと思います。ヒールホールドのポイント1と2を同時にいきたいと思います。まず1、ポイント1、左手の動きに注目をしてください。ポイント1、左手の使い方を見てもらいましたが、ポイント2になります。そのついた手を利用して、お尻を、左側が下になってますけど、左が下になっている左側のお尻を右側にひねるイメージです。あるいは左肩が下になっているので、今度右肩を下にして左肩を上にするイメージ、手をついて反転するイメージです。3、相手のつま先を、右のつま先を自分の右の脇の下でしっかり挟み込む
イメージになります。すいません、以上となりますが、ちょっと動画上で角度的に見にくい角度の動画になってたと思うんですけど、ちょっと大変申し訳ありません。最後決めるところまで説明しますと、右手でかかとを抱えてますので、そのかかとをちょっとゆっくりひねってあげると、ヒールホールが決まります。で、加えて少し右腕をかかとをひねると同時に、お腹をへそをちょっと出してあげると、まあ、より一層っていうか決まりやすいので、あとはもうしっかり密着、膝、決める側の人間が膝をしっかり絞る、隙間なく絞るっていうところですかね。どちらにしてもヒールホールドひねり系の技なんで、ゆっくり、練習していってほしいと思います。本日もお付き合いいただきありがとうございました。